宇都宮城。宇都宮城は、栃木県宇都宮市本丸町にあった、日本の城。関東七名城の一つ。江戸時代は、宇都宮藩の藩庁となった。平安時代に、藤原荘園が、二田山の南に館を構えたのが初めである。近世、江戸時代に改修され、輪郭と梯五角形式を合わせた、土塁造りの平城であった。本田正摘の頃には、 天守があったと言われているが、生命大イアグラを事実上の天守としていた。また、徳川将軍の日光東将軍参拝の際に、将軍の宿泊施設として利用された。明治初頭の母親戦争の際に消失し、第二次世界大戦後に都市開発が行われたため、遺構はほとんど残っていないが、本丸の一部の土塁が現存し、本丸の土塁、堀が外観復元。 建物、生命台、富士宮蔵、土兵衛が、木造で復元され、宇都宮城市公園として一般に公開されている。今後、本丸おなり御殿、本丸清水門、本丸伊賀門を復元する計画がある。追記年代は、平安時代に遡る。藤原秀里もしくは藤原宗園、宇都宮市の祖が築城したと言われる。もともと宇都宮には、宇都宮大名人、 ふたら山の神社が鎮座し、総延は、前九年の役に際して源のより近、源頼地家、源義家に伴われて、欧州遠征に赴き、その功によって、当社座すの地位と家の川、木の川流域一帯の支配権を与えられた。以来、鎌倉時代から、室町時代、安土桃山時代まで五百三十年に及び国し、守護、関東八方に列せられ、宇都宮城は、 宇都宮市の居城、巨間となり、北関東支配の拠点となった。この頃の宇都宮城は、中世上閣だったと言われる。戦国時代初期には、宇都宮城で17代当主宇都宮聖綱が、実権を掌握するために、羽賀交渉を暴殺し、宇都宮桜んと呼ばれる、大きな内紛が起こりその戦場となったという。戦国時代後期には、後北条氏や家臣である三武氏や、 皆川氏の信仰を受け一時は、その一派によって選挙されたこともあったが、小田原征伐に続く宇都宮市沖ではその舞台となり、豊臣秀吉に越見するため欧州の大名らが宇都宮町に参上した、なお、当時の宇都宮氏は後北条氏の信仰を防ぐために、滝山城に拠点を移していた。宇都宮氏は秀吉から所領を安堵され、 居城を元の宇都宮城に戻すように命じられる。その後、橋場生を授かるなど、秀吉との仲は良好であったが、慶長2年、1597年に突如、改役された。宇都宮市改役後の慶長3年、1598年、宇都宮城には、ガモ秀行が18万国で入り、日野町や高野町を造成して、宇都宮城下の商業整備を進めた。 慶長六年、1601年12月28日には、関ヶ原の戦い後の経験部で功を認められた奥平家政が十万国で入り、かつて、宇都宮市の母大寺の一つであった田川大岸にある、高山寺を再興するなど、城下町の機能を復興した。さらに、元那五年、1619年、徳川家康の懐刀と言われた。 本田正隅が15万5千石で宇都宮に入り、宇都宮城と城下の改修を行った。縄張りを拡張して新たな車を設け、本丸など城郭周囲を掘削し湧水を張って、幾重の水号とし、掘削で生じた土を高く盛り上げて土塁とした。こうして正隅は、宇都宮城を金星城郭とする一方、城下の日光街道と欧州街道を整備して、町割りを行い、 木内の自社軍、延命院、長楽寺など、お街道沿いに再配置するなど、城下の防御能を向上させると同時に、城内に将軍宿泊所となる、本丸御殿を建設し、また、宇都宮宿の宿機能、駅機能を整備するなど、日光社産に関する設備工場を促進した。この大改修工事の結果、宇都宮城下は、城下町、門前町、 宿場町の核機能を持つ都市に再編された。宇都宮城改修に際し、正宗は幕府の意向に順次宇都宮城に、天守は設けずに層二階の生命台矢倉を天守がありとしたが、正宗の意に反して、宇都宮城改修にまつわる正宗無本の噂が、流布され、元那8年、1622年に正宗は、改役された、宇都宮城釣り天井事件。 正墨時代の3年間は、宇都宮城下に大きな変化をもたらし、正墨によって再編された都市基盤は、近代都市、宇都宮市の礎となった。その後、奥平氏、奥平松平氏、本田氏、奥平氏、安倍氏、戸田氏、田氏福生津松平氏と、古代大,大名が城主としてこまめに入れ替わった。江戸時代後期には、戸田氏が6から7万国で治め、 幕末を迎える。宇都宮は慶応四年4月、1868年5月には、戊辰戦争の戦地となり、宇都宮城の建造物は、藩校修道館などを残して、宇都宮の街並みともども消失した、宇都宮戦争。この時、宇都宮城下戸数約3000戸のうち8割以上の、約2 0 0数百戸が消失し、また、 寺町軍も四十八寺院が、全半尚したと伝えられる。宇都宮城には一時、大鳥圭介ら旧幕府軍が入るが、すぐに、川田作馬、伊地知正春、大山康介、野津のな有馬東田ら率いる、新政府軍、薩摩藩、長州藩、鳥取藩、大垣藩などの藩兵隊に奪還され、宇都宮藩部行の戸田三左衛門に引き渡された。あと、 大津港に抑留されていた、藩主、戸田忠友も帰還。これ以降、宇都宮城は、東山道軍の対合津戦争の拠点となり、板垣大助をはじめ東三道軍の幹部等が、中屯。宇都宮藩兵は新政府軍の一部隊として、下野国内から白河、合津と転戦する。前藩主の戸田忠広は、同年5月27日、 1968年7月16日に、宇都宮に起乗するが、間もなく他界した。旧暦、同年6月、宇都宮城内には、下草や陳部府が、古川から移転してきた。また、1871年に、猛家天領が廃され、猛家県ができると、鍋下道太郎が、猛家地検事に選任され、陣屋を猛家から、宇都宮城内に移した。 同年、城内に、東京賃代第四文英第七番大隊が、駐屯することとなった。この部隊はその後の1874年に、東京賃代不評、第二連隊、第二大隊に名称を変える。そして1884年にこの部隊が、下宇佐国桜に移住となると、宇都宮城内は静かになり、やがて明治23年、1890年には、城郭一隊が、 民間に払い下げとなって、城内には五本丸公園が整備され、市民の憩いの場として様々な催しが行われたと言う。一方、城門などの痕跡は払い下げによって失われ、城郭の面影は徐々に消えていった。また堀は、西立豪、地蔵豪などの内堀が戦後まで残され、鯉の養殖や蓮の栽培がされていたと言われる。戦後、日本政府による、 戦災復興都市計画の策定に伴い、昭和21年、1946年10月9日には、宇都宮市も戦災都市に指定され、城跡の移行は撤去され、市街地へと生まれ変わった。昭和30年代頃までは、現在の東部宇都宮百貨店近辺にも大きな水豪が残存していたが、衛生上の事情を理由に埋め立てられた。現在、 宇都宮城本丸の一部が外観復元されている。復元されたのは本丸土塁の一部と土塁上に立つ富宮蔵、生命外および土塀で土塁内部は宇都宮城に関する資料を展示している。復元された蔵と土塀は木造本川ラブキで白漆喰層塗り米で仕上げられている。復元に使用された木材は土塀の柱と量が 青森山のヒバ材などを除けば、栃木県内産のヒノキ、杉、松が用いられている。土類の構造体に限っては、鉄筋コンクリート作りである。平成19年、2007年3月25日に、完成した。平安時代中期から後期に築城されたとされる、宇都宮城は、代々、藤原草園を外する。 下津家宇都宮氏一族の拠点として受け継がれたと言われる。なお、戦国期には一時、塩谷氏や三仏綱坊などの三仏一族、皆川春秋に占拠された時期があったが、以下の一覧にはこれを含めていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。